この3連戦、ふるさとのファンを大いに沸かせたイチロー。今日の第1打席は足で見せてくれますが、惜しくもタッチアウト。続くスティーブンスは野田の初球をフルスイング。6月25日以来の一発で4対2、近鉄が逆転に成功しますが、オリックスもその直後の4回、中島のタイムリーなどですぐに追いつきます。そして迎えた8回、オリックスはイチローの今日3本目のヒットを足がかりにチャンスを作り、現在絶好調の3番 DJ、 ライトへ勝ち越しの2点タイムリーで近鉄を突き放します。最後は平井が8回9回をパーフェクトリリーフで締めて13勝目。2連勝のオリックス、優勝へのマジックを30としました。今日もニール DJ の活躍が光りました。イチローは6打数3安打で打率は3割5分3厘、平井は13勝目です。強いブルーウェーブが連勝しました。